休憩前に引き続き会議を開きます。32番中村哲夫議員。なく皆さんこんにちは。立憲民主党長崎支部代表の中村哲夫でございます。私たちは昨年8月、常に市民目線で真っ当な政治の実現を目指して、この長崎の地に立憲民主党を立ち上げ、今日でちょうど半年でございます。これからも皆さんとともに政治改革に取り組んでまいりますので、さらなるご支援をよろしくお願い申し上げます。私は先の12月議会の質問で長崎市の財政危機の現状を明らかにし、市長の政治責任と各種施策の在り方について質しました。総務省は自治体の健全財政に向けて経常収支 90%、 義務的経費 50% を超えてはならないと指導しているにもかかわらず、なんと長崎市の経常収支は 97.3%、義務的経費は 60%、 財政支出は 0.5 で全国最低。それでも箱物の大型事業を次々に計画し、地方債残高は2500億円を超え、市民が抱える借金は1人58万円を超え、ダントツに全国トップです。このような経済的財政状況にもかかわらず、田上市長は今度の市長選挙で再選されれば、マイス施設、市庁舎、県庁舎跡地での文化施設、駅周辺整備、学校の空調や給食センターなど、総額800億円も超える大型事業に着手することを明らかにしております。これらが計画通り行われますと、地方債は350億円ほど増加し、地方債残高は2850億円にも上り、市民一人の借金は70万円をはるかに超え、あの夕張の影が見えてくるわけであります。しかし、先の今議会開会日に示された田上市長の平成31年度施政方針においては、このような財政危機の認識は全くありません。田上市長は平成19年4月の就任以来、市民が暮らしやすい町、魅力あるあふれる町を目指し、変化の時代にしっかりと対応し、進化を続けながら次の時代への基盤を作ることを信念とし、全力を傾けてきましたと述べています。またこれまでさまざまな課題に対応しつつ、未来を見据えて苗を植え、市民の皆さんとともに長崎の町を大切に育ててきました。この4年間でしっかり根を張り、嵐が来ても倒れないような町の基盤ができつつあります。その中で成果という果実も実り始めており、市民の皆さんにその成果を実感してもらえる時期になっています。これまで進んできた方向は間違いないと確信していますと述べています。長崎市の財政状況については、これまで取り組んできた人件費の削減や自主財源の確保などにより徐々に好転していますと述べられました。市民の皆さん、
この田上市長の認識に賛同できますか。田上市長が言う市民が暮らしやすい町、魅力ある町を、魅力あふれる町を実感できますか。皆さん、住みよさランキングというのをご存知でしょうか。住みよさランキングとは、住民の生活面に応じる安心度、利便度、快適度、富裕度、住居水準などを対象に、全国814都市をランク付けしたものです。田上市長、長崎の住みよさランキングは何位かご存知でしょうか。長崎市は全国814都市中707位です。長崎より下位には県庁所在地や中核市などは一つもありません。人口4、5万人以下の離島や辺地の小さな都市でしかありません。住民の住みよさの指標となる公共料金では水道代は特に高く、長崎市は9573円、これに対し鹿児島は5624円、富山は6587円、金沢は6077円。水がないと言われている佐世保市でも長崎より低く8320円です。介護保険や保育料も他都市に比べ高く、子育ても老後も大変です。長崎市の予算においても、市民一人の人件費は6万1000円にも上り、全国平均を4000円も超えています。手数料、使用料手数料、これは市民当たり1万円で、全国平均を1600円上回っています。また歳出で見ると、長崎の教育予算は市民一人当たり2万9000円、全国平均は4万円です。先に述べた田上市長がこれから計画している箱物の大型事業がこれから実施されれば、大変な事態に立ち至ることは必至であります。この事態について田上市長の所見をお伺いいたします。次に、長崎市が転出超過、全国ワースト1位という総務省の人口移動報告についてお伺いをいたします。先の質問でも明らかにしたように、九州の県庁所在地で人口減少している都市は長崎市のみです。この10年間に熊本市で7万人、佐賀で3万人、宮崎で4万人以上増加しているのに、長崎市は2万人も減少しています。超過、転出超過も統計上は2376人となっています。現実的には長崎に仕事がなくて出稼ぎに出ている人は相当数に上っています。三菱の業務縮小によって従業員も相当数県外に転出をしておりますが、それにも増して多くの派遣社員や派遣会社が仕事をなくし県外に流出しておりますが、行き先でも派遣という不安定な身分のため、多くの家族を長崎に残し、住民票は長崎市のまま、月に一度ほど長崎に戻るといった不安定な生活を送っている人がたくさんおられます。これら実質的転出はカウントされておりません。以上、田上市長はこのような現実をご存知でしょうか。今回の当初予算では人口減少対策として5000万円がつけられ、移住者200名を目指すとなっておりますが、皆さん全く視点がずれてると思いませんか。都会の若者を呼び込み、
移住者の活力で農業などの担い手となってもらい、町の活力を取り戻すという離島や僻地の小さな町の取り組みとしては分かりますが、これが長崎市の人口減少の抜本策になりますか。新幹線工事によって13万リューベの残土が出され、工業団地造成の二度とないチャンスがありながら何もやれなかった。高い水道料金は無駄な過剰施設が多いためが分かりながら手をつけない。市民の各種公共料金も負担軽減を行わない。これでは人口減少に歯止めをかけることはできません。この現実はどのようにお考えでしょうか、お尋ねいたします。次に、メンタル疾患による求職者問題と仕事改革についてお尋ねいたします。長崎市役所の大きな問題はメンタル求職者が非常に多い。職員の残業が極端に多い。事務処理の AI 化がほとんど進んでいないということです。この問題はすべて関連し、財政の硬直化にもつながっています。私が聞いたところによりますと、長崎市役所でメンタル疾患で病院等での診療を受けている職員は全体の1割にも上っていると言われております。昨年度の求職者は60人で、そのうち 85% の51人がメンタル疾患で求職をしております。職員の残業も年間42万時間を超え、昨年は10億9000万円を支払っております。ここに長崎県と長崎市の職員の残業時間比較をしてみました。長崎県は賞金対象者3800人で、月45時間を超えた職員は534人で 14.1% に対し、長崎市は対象者3114人で、月45時間を超えた職員は664人で 21.3% に上っています。過労死ライン、この80時間を超えた人は県は140人で 3.7% に対し、長崎市は189人で 6.1% に上っています。この実態に県知事は今議会に残業上限を45時間にすると提案していますが、長崎市は全く問題意識を示しておりません。総務省は自治体残業はAI や事務処理の自動化技術で現在の半数の職員でもできるように支援すると述べています。田上市長の施政方針には職員を思いやる言葉も仕事改革の施策も一言も書かれておりません。田上市長はこの実態をどのように考えているのでしょうか、お尋ねいたします。次に、鎖国と称される貿易の現状認識と対策についてお尋ねいたします。ご承知のとおり、日銀長崎支店は県内産業をめぐる輸出の現状と課題をまとめたリポートで、長崎の貿易の現状は鎖国と指摘しています。豊富な水揚げを誇る魚介類を中心とした農林水産品などを海外を含む県外に積極的に輸出ことを、人口減少が著しい県内の経済発展の鍵というふうに指摘をしています。
しかし田上市長の施政方針では長崎は450年前の開港以来内外から多くの人が訪れ交流することで栄えてきたと述べ、具体策として海の玄関である松ヶ谷国際観光埠頭のクルーズ船受け入れのためツーバース化を県と連携し進めるとしています。市長の上げ足を取るわけではありませんが、長崎は交流で栄えたのではありません。江戸時代は日本の貿易の中で日本の鎖国の中で海外との貿易の窓口として、そして明治以降は日本の産業革命の中心として、または沿岸漁業の基地として、戦後は三菱の城下町としての経済活動貿易が長崎を支えたことは明らかです。なぜ長崎の貿易現状は鎖国なのか、長崎の空港も港湾も全く機能していないからです。長崎空港の貨物専用機の発着は全くありません。県内発のコンテナの利用港湾は博多港が最も多く 39.6%、 神戸港が 15.8%、 伊万里港が 10.7%、 東京が 9.9% で、そこまで陸路で運んでおりまして、長崎港から出るのはわずかの 8.6% でしかありません。長崎港発着の定期貨物船航路は週3便で韓国行きしかありません。これまで12年間に田上市長から長崎の貿易活性化に対する施策を聞いたことはありません。長崎の鎖国状況を脱皮し、開国に向けて定期貨物航路の新設や港湾整備、また港湾や空港までのアクセス整備、豊富な水揚げを誇る魚介類を中心とした農林水産品の販路拡大に取り組むべきと考えますが、田上市長の見解をお尋ねいたします。以上、壇上からの質問といたします。市民とつくるまちづくりにつきまして、時間がありましたら自席より質問か意見を申し上げたいと思います。市民の皆さん、傍聴に来ていただきました皆さんに大変ありがとうございました。心より感謝を申し上げ、演壇からの質問といたします。ありがとうございました。市長。市民クラブ中村照夫議員の質問にお答えします。まず1点目の市長の政治姿勢についてのカッコ1、長崎市の住みよさランキングについてお答えします。住みよさランキングは民間企業が公的な統計をもとに、それぞれの都市が持つ都市力を5つのカテゴリーに分類し、16の指標を用いてランキングしたもので、平成30年調査において長崎市は全国814都市中707位となっています。その5つのカテゴリーごとに順位がつけられており、安心度、快適度、富裕度は中ほどの順位ですが、利便度と住居水準充実度が低い順位になっています。利便度の指標は人口当たりの大型小売店店舗面積などが採用されており、類似都市と比べると大型店舗が少ないことが要因の一つと考えられます。次に住居水準充実度の指標は、一住宅当たりの住宅延べ床面積や持ち家世帯比率で、これは長崎市の平地が少なく
斜面地が多いという地形の特色が影響しているものと考えています。一方、安心度の指標である人口当たりの病院一般診療所病床数や65歳以上人口当たりの介護老人福祉施設、介護老人保健施設の定員数についてはそれぞれ15位、33位と全国でも上位となっており、高齢化が進展している長崎市においては大変重要なことだと考えています。このような公的な指標をもとに算出した住みよさランキングの結果は真摯に受け止め、その要因分析を行い課題解決を図っていく必要があると考えています。一方で、住みよさランキングは16の指標による評価ですが、さらに多い83の指標を用いて多面的な分野から評価した日本の都市特性評価においては、政令指定都市や県庁所在地などの主要72都市の中で長崎市は24位となっています。また、地域の魅力度について調査した地域ブランド調査においては全国1000の市区町村中16位になるなど、都市の住みやすさや魅力度を測る指標はさまざまありますので、先ほども述べましたように、それぞれの調査結果を踏まえしっかりと分析した上で対策を図っていきます。さらに、総合計画策定時に実施する市民アンケートにおいては、長崎市の住みやすさについて、住みやすい、まあ住みやすいと回答した割合は、10年前の 68.8% から 81.1% と 12.3 ポイント上昇しており、市民の皆さんの住みやすさの実感が向上してきているものと思います。私は市長に就任以来、特別支援教育支援員や ALT、図書館司書の配置などによる教育支援、子ども医療費の大幅な拡大や保育料の負担軽減などの子育て支援、斜面市街地における車道整備などによる住環境や防災性の向上への取り組み、高齢者ふれあいサロンの開設や地域包括ケアシステムの構築など、長崎に合った暮らしやすい街を目指して取り組んでまいりました。そして、少しずつ成果が現れているものと確信しています。今後も市民の声やさまざまな調査結果を十分に分析し、次期総合計画の策定に生かしながら、魅力あふれる街、市民が暮らしやすい街の実現に向けて、しっかりと取り組んでいきたいと考えています。以上、本段からの答弁といたします。企画財政部長。ご質問の1点目、市長の政治姿勢についてのうち、括弧に転出超過全国1位についてお答え申し上げます。長崎市の人口の社会減少につきましては、平成30年の住民基本台帳人口移動報告における日本人の転出超過数が2376人となり、極めて深刻に受け止めているところでございます。今回の新しい傾向として、年代別では、これまでの10代後半から20代に加えて、30代の転出超過が拡大していること、また転出先では、これまでの福岡県や首都圏に加えて、中国地方の広島県や山口県、九州の熊本県、大分県が転出超過となったこと、さらに周辺の長与町、時津町、諫早市を含めて転出超過が拡大しているという大変厳しい状況になっております。これまでも人口減少対策につきましては、長崎市の最重要課題として人口減少対策推進本部を設置し、総合戦略において特定戦略と4つの基本目標からなる基本戦略を定め、社会減少と自然減少の両面から戦略的に取り組みを推進してまいりました。まず、社会動態としては、転入転出の均衡に向けた段階的改善を図ることを目標として設定し、若い世代、働く世代の長崎定着に向けた魅力ある仕事を創出するため、企業誘致、地場企業の強化、創業支援に取り組んでおります。企業誘致につきまして、長崎市は地方都市の中で大学等の高等教育機関が多いことから、情報通信系をはじめとするオフィス系企業への人材供給に利点があるという強みを生かし、現在積極的な誘致活動に取り組んでいるところでございます。また、製造業については平坦地が少ないという地理的制約がある中で、現在新幹線の残土を活用して田中町に企業立地用地の整備を進めているところです。さらに、地方企業を紹介する番組や冊子を活用しての情報発信、
保護者向け地方就職促進セミナーの開催など、企業情報及び長崎で暮らす魅力の発信と、地元企業の採用活動促進などに取り組むとともに、商工団体や金融機関などと創業サポート長崎のチーム体制を組んで、創業支援に取り組んでおります。次に、自然動態につきましては、子どもはみんなで育てるという旗印のもとに、その数値目標である合計特殊出生率について、子どもの医療費の助成対象の、対象の拡大や、多子世帯における保育料の軽減の要件緩和など、子育て環境の充実等に取り組んできた結果、直近の平成29年では 1.50 となり、平成42年の 1.80 という目標達成に向け、着実に改善をいたしております。しかしながら、依然として社会動態における転出超過に歯止めがかかっておらず、経済や雇用の面では、若者が選ぶ仕事を作るという旗印を、新しい人の流れを作るという面では、長崎と若者をつなぐという旗印を掲げて、今後さらに取り組んでいくことが必要であると考えております。まず、直ちにできる具体的取り組みとして、年間200人の移住者を目標として、長崎で仕事を探したい、戻りたいという希望を持つ移住希望者の支援に取り組むこととしており、専任組織を設置するとともに、特に働く世代の移住を促進するため、無料職業紹介の機能を備えた窓口を長崎駅の近くに設置し、仕事と移住希望者をつないでまいりたいと考えております。合わせて経済的な面からも、首都圏からの移住、子育て世代の移住に対する独自の支援措置を行います。次に企業情報などを積極的に収集しながら、長崎の持てる強みを十分に生かして、情報通信関連産業や製造業など、若者の地元定着に向けた戦略的な企業誘致活動を行うとともに、地域外からの外貨獲得能力の高い地場企業の育成強化と、新たに創業して長崎に定着する方をきめ細やかに継続支援する伴走型創業支援の充実に向けた検討を進めてまいります。さらに交流の産業化の取り組みとして、交流拠点施設の整備、南山手地区への高級ホテルの進出、幸町地区へのサッカースタジアムを含む複合施設構想などを官民連携して着実に推進し、交流人口の拡大によって新たな魅力ある仕事を創出し、所得の向上と定住人口の増加を実現したいと考えております。人口減少対策は中長期的な視点を持って、さまざまな取り組みを複合的に進めていく必要がありますので、今後とも総合戦略に基づく施策を全庁一丸となって推進することで、人口の減少を克服し、将来にわたって活力ある長崎を維持できるよう、最大限の努力をしていきたいと考えております。以上でございます。総務長。ご質問の1点目、市長の政治姿勢についての括弧4、メンタル疾患による休職者と仕事改革についてお答えいたします。職員がメンタルヘルス不調に至る要因としましては、一般的には職務上のストレスだけではなく、生活上の問題など様々な要因が複合的に絡み合っているものとなっておると考えております。近年、メンタルヘルス不調による職員の数が、休職者数の数が減少していないことは非常に重く受け止める必要があると考えており、その予防策として、朝礼や課内ミーティングによる職場内でのコミュニケーションの活性化による風通しの良い職場環境づくりや、新任課長などへのメンタルヘルス研修を実施するとともに、心療内科医や臨床心理士による相談窓口を設置し、職員が相談しやすい環境の整備に合わせ、保健師による新規採用職員などへの個別面接を行っているところでございます。その結果として、職場での対応が求められる内容については、所属長等と人事担当職員や産業保健スタッフが情報共有を行い、対応を図っている事例もございます。一方で、職員の業務量の削減については、これまでも事務の効率化に取り組むとともに、民間委託の等の推進を図っておりますが、議員ご質問の AI 等の活用につきましては、国が進める働き方改革において、労働人口が減少する中で、労働生産性の向上に寄与するものとして期待されております。現在、複数の自治体におきまして、導入に向け、さまざまな業務で検証が行われており、ソフトウェア型のロボットであります RPA を用いた定型業務、反復作業の効率化、
自動化も合わせて検証されておりまして、これらは今後一層普及高度化していくものと考えております。 AI 等の導入は事務の効率化の有効な手段の一つであると考えられ、これまでの民間への業務委託等の手法に合わせて職員の業務量縮減を図れる可能性があり、ひいては市民の皆様からの相談など職員でなければできない業務への対応拡大につながるものと認識しておりますので、今後他都市の検証結果などを注視しながら具体化に向けて検討を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。商工部長。ご質問の1点目、市長の政治姿勢についての括弧5、鎖国と称される貿易の現状についてお答えいたします。日本銀行長崎支店のレポートによれば、全国の輸出額に占める長崎県のシェアは輸送用機器や一般機器を除くベースでは極めて僅少であること、長崎県の農林水産品については近年の産出額は増加しているものの、輸出額ベースでは九州7県で唯一減少していること、ただし全国的に見れば農林水産品の輸出額が大幅に伸びていることから、当地の農林水産品が他県の港や空港を経由して輸出されている割合が高まっている可能性があると推測しています。そしてその要因として、需要地への航路、航空路が限られている上便数も少ないこと、港湾の設備も九州沖縄他県に比べて見劣りしているのが実情と述べられており、最後にいかにして当県のものを輸出するかが大切であり、当県の景気を緩やかな回復から全国並みの拡大にステップアップさせるためには鎖国から開国へがキーワードになるのではないだろうかと結ばれています。このレポートにあります通り、食料品につきましては消費期限が短いものも多いことから、便数や各地への直行便が多い福岡空港や博多港など他県の空港や港から輸出されている現状があります。このような中、長崎市では現在国際定期航路の維持拡大に向けた長崎港ポートセールスの強化に向け、長崎県や長崎商工会議所、さらには市内の輸出入事業者とともに長崎港活性化センターを組織し、長崎港と韓国の釜山港を結ぶ週3便の国際定期コンテナ航路を使った海外向けのコンテナ貨物の確保に努めておりますが、伊万里港など近隣港での輸出入を行っている荷主に対する営業を行い、長崎港を利用する際の支援を行うことでコンテナ貨物量の増加対策に努めております。結果、全国でも有数の取扱量を誇る博多港や北九州港に比べれば取扱量は少ないものの、平成30年中の長崎港のコンテナ取扱量につきましては過去最高だった平成26年を上回り、20フィートコンテナ換算で過去最高の6715本となり、10年前の平成20年の年間取扱量との比較でも約 1.6 倍の伸びとなっております。現在長崎港においては埠頭の機能強化を目的として埋め立てによるコンテナ用土の拡張整備が長崎県の方で行われており、平成32年度中の完成を目指しております。この埠頭の機能強化と合わせ、長崎港の利便性の向上のためのコンテナ航路の増便や新規航路の誘致に努めるとともに、輸出入を行っている事業者に対しましても長崎港や長崎空港など地域が有する物流インフラの活用について、長崎県や関係機関とも連携しながらしっかりとアプローチしてまいりたいと考えております。また長崎港は現在ツーバス化に向けての検討もなされており、人の流れを活性化させようとする動きもあることから、これに物流も加えたところでの長崎港全体の活性化について、国や関係機関、さらには地元経済界とも連携しながら取り組みを進めてまいりたいと考えております。以上でございます。32番中村哲郎議員。はい、長々と現状を説明されましたけれども、現状は私が詳しく説明したんですよ。この現状に対する施策を聞いてるのに、市民の皆さん今の答弁で、あ、こんな施策にがあるんだなって感じましたか？全く見えないでしょう。ないんですよ施策が。国のやり方を見た上でとか、他都市の、なんて言いました、
検証結果などを踏まえとか、そんなことを言ってるような、言って済むようなところじゃないでしょう。長崎は長勤時間にしても県よりはるかに超えてんですから。人口流出にしても、今私が指摘したこと全てそうじゃないですか。順々その具体的な施策がなくて、その情勢の状況説明で私が指摘したことを繰り返すだけで答弁なんて、どんな思いますかね。ところで皆さん、ここにお座りの皆さんにお聞きしますけどね、市長の施政方針、議会では、これを市長が読み上げましたから聞かれましたけども、これ皆さん持ってますか。ここに県知事の施政方針があります。皆さん、そこ座ってる皆さん、この両方とも持ってるという方はちょっと手を挙げてください。持たない。それであんたたち仕事できるんですか。これを読み比べてみると明らかですよ。ね、知事のやつの方がよっぽど具体性が書いてあります。こちらはほとんど市長の場合は言葉の遊びです。具体的施策はこれからは見えません。あなたたち市の職員の幹部でありながら、県知事がどういうことを言ってるか、両方とも見比べて長崎はこれでいいのかと、それも考えんとですか。あんたたちは一人ぐらい両方呼んでる人が、この何十人ぐらい、30人か40人ぐらいおるんだから、おるかなと思ったけど、全くいないというのは私も思いもしませんでしたけども、私以上に市民ががっかりしてるんじゃないでしょうか。残業問題、メンタル問題、メンタルは個人の私生活の問題もあるんじゃないかと、そんなことは議場で答弁してどうなんですか。またまともな答弁じゃないじゃないですか。いいですか。60人のうち51人求職者ね、60人求職者がおって61人はメンタルなんですよ。45時間を超える職員長勤をしているのが2割以上いるんですよ。過労死、過労病じゃないんですよ、過労死なんですよ。過労死ラインが 6.1% も職員が超えてんですよ。これが職員を思いやる職場の実態ですか。それが結局42万を超える残業時間、10億9000万円を超える長勤手当、これになってるんじゃないですか。こういう状況であるならば、AI はもう真っ先によそのことを見る段じゃないでしょう。全国の中でもトップクラスの現状なんだから、よそのことを調べるんじゃなくて、よそがどう成果を上げるかっていうのを見るんじゃなくて、真っ先に取り組むべきじゃないですか。1万時間を、長勤1万時間を超えている職場、市民税課、建築課、
休戦時間を超えている職場、資産税課、幼児課、8000を超えている職場、障害福祉課、なんと5000を超えている職場はね、財政人事情報システム福祉総務生活福祉1-2廃棄物対策観光推進消防署の4課水道給水課、これは5000の時間を超えてるんですよ。交流、一番大きいのはね、交流拡大推進室3人で3350時間、3人でですよ、1人100時間以上しとるっていうこと、ね、ほとんど仕事はそのじゃあなんで貯金してるかっていうとね、分かってるでしょ、障害福祉子ども未来文化観光部、これらは国等への補助金交付業務、申請業務、資産税課、市民税課は課税事務、幼児課は保育所入所にかかる業務、この主な所属時間が多いところはね、ほとんど AI を使えばもっとこうせんといかん、市民に寄り添う仕事に手が伸ばせるんですよ。それを全く手をつけないから結局貯金は増えるわ、仕事はさばけないわ、病人を出すよ、こういう状況じゃないですか。私は各部からね、自分ところはこうどうしますよと、これだけは来年は買いますというぐらいのことは聞きたいと思うけども、言える人おったら言ってください。私は東長崎だけど、東長崎地域整備、あの4万人ぐらいいるの人口がある東長崎の地域整備に貯金をの対象の職員はわずか5人ですよ。5人で1330時間してる、5人ですよ、4万人もいるようなところに。同じ平間の同じ施設の中に地域整備課の5人と区画整理事務所の12人と同じ建物の中にいますよ。平間の区画整理に12人の職員がいるのに、どうして地域整備は4万人を抱える地域整備は5人なんですか。総務長どう思ってんですか。総務長、再質問にお答えいたします。時間外勤務の現状におきましては、これは私といたしましても非常に大きな課題というふうに考えているところでございます。これまでも業務の効率化を目指す中で縮減に努めてきたところでございますけれども、今後働き方改革が叫ばれて、国を挙げて叫ばれている中でですね、これは喫緊の課題としてさらに力を注いでいく必要があるというふうに考えているところでございます。31年度に向けましてはそういったことがございましたことから、AI の導入はですね、計画しておりませんが、職員が反復作業で行っております入力業務、こういったものをですね、さらに、民間にお願いできないかというところも、検討いたしましてですね、数千時間のですね、
民間にお願いするような業務委託を発注するといったことなども行う中でですね、業務量の削減というものを予算31年度予算編成に向けて行って取り組んできたところでございますが、今後さらにこういった視点はですね、必要で、 AI の先ほども答弁申し上げましたように、 AI が導入できる部分は導入していくというようなことを検討していく必要があるというふうに考えております。加えまして、やはりこの業務量の縮減を図るという点につきましてはですね、これは管理監督職員、部局長を含めましたその意識が非常に大事だというふうに考えております。業務の改善を図る意識というものがまずはないことには、どういったことに職員の労力が割かれているのかということを検討することにも至りませんので、そういった意識を十分に植え付けて、今後さらに意識の徹底を図る中で、この時間外勤務の縮減を図ってまいりたいというふうに考えているところでございます。それから、組織人員につきましても、業務毎年度、これ業務量をですね、その事業ごとに、部局ごとに出させて、これに基づく人員配置をしております。で、先ほど、お話ございました、東総合事務所の地域整備課におきましては、業務量が多くなってきたということから、30年度につきましては職員の増員を図ってきたところでございます。今後ともその業務量をですね、見極めて毎年度、どの職場にどういった人員体制が必要なのかということは常に検証を行い、そこでの精査を行いまして、職員の配置を適正に行っていく中で、その業務量の平準化といいますか、その時間外勤務を含めた業務量の縮減、適正な業務量と職員配置に努めてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。32番中村哲郎議員。総務部長は、AI は考えてないけどもと正直に答弁されましたけどね、前も紹介しましたように、埼玉ではすでにもう本格化しようとしてますね。埼玉の保育所入所の先行作業というのがね、職員30人でかかって50時間かかってたと、8000人分の処理を1500時間かけてたと。これを AI でやってみたら瞬時のうちに出来上がったというんです。先ほども言いましたように、総務省も AI を導入すれば自治体の仕事は半減できると言ってるんですよ。半減できるように指導すると言ってるんですよ。埼玉はこれにいくらかかったか、この AI の保育所入所の先行作業のなんで655万円で済んでるんですよ。長崎市に幼児科に聞いた、どのくらいの入所希望者があって作業しているかというと、年間検討件数が12,305件ありますと。これを幼児科保育係の入所担当の4人が担当してやっておりますということです。幼児科、ここもものすごく賞金が多いところです。ほとんどそういった先ほども紹介したように時間外勤務の各所属課の主な理由というのはほとんど単純作業でやってるわけですをやってるわけですから、これになんで手をつけようとしないのか全くわからない。ただわかるのは金がかかるというかかってるという現実と、市長に職員を思いやる気持ちが欠落してるんじゃないかと
結論的に私はそこに行き着かざるを得ません。そうじゃないというならば、この彫金を大きな長崎市の財政に負担をかけてるわけですから、職員に負担をかけてるわけですから、これを何とかしようというふうに早急に手を打つべきだと思うんですけども、知事はすぐ手を打った。市長の所信表明説明には全くこのことが触れてない。もし思っとったとばってん書き忘れたと市長が思うならば、時間あげますからどうぞ。市長。中村議員の再質問にお答えいたします。先ほどから、AI とのお話が出ております。この AI あるいは RPA といったような形で職員の作業の量を減らしていくという、これは今後取り組むべき重要な課題の一つであるというふうに認識をしています。ただ現状としてはまだ始まろうとしているという段階であるというふうに認識をしています。先ほどお話がありました埼玉市の保育所と保護者の方のマッチングの作業についても、これはある企業の提案といいますか、のような形で実験として行われたわけですけれども、そういった先ほどお話があったような結果が出ております。そういったそのメーカーは長崎市が採用している企業とは違うわけですけれども、そういった中で企業とも問い合わせ等をしながら、そういったものが応用できないかといったようなことについても、当然検討を始めているわけで、そういったものが他の作業の中でも使えないか、そういう AI、RPA 等の検討については、これは当然進めていくべきものであるし、今後、実用化されていくべきものであるというふうに考えております。ただ、一つはそれがまだ始まったばかりであるということと、始まろうとしているという段階であるということと、もう一つは作業についても、かなりの部分、市の方では、外部に出したりしている形で、単純作業といったものがかなり長崎市の業務の中でも少なくなっている状況があるというふうに思います。そういう意味ではいろいろ人間でないとできない仕事がかなり中心になっているわけですけれども、今後そういった AI、RPA といったものを活用することで、よりそういう人でなければできない、それは地域とのさまざまなまちづくりの協議なども当然ございますし、設計等も含めて人でないとできない仕事の部分がある部分もあります。そういったものも含めて、より職員でないとできない仕事に特化していくためにも、そういった単純作業的なものについては今後ともしっかりと減らしていく、できるだけ減らしていくという方向で取り組んでいきたいというふうに考えております。以上です。32番中村哲郎議員。せっかく時間をあげたのにそんなものなんですか。その単純作業はできるだけ外注とかアルバイトでやっていただくというふうにしているという、そりゃそうですよ。嘱託および臨時職員は733人もいるんだから、そこで全部済まされるというふうには思わないけども、これだけもう3000人の職員のほかに人を入れてるわけだから、当然本務者の仕事というのは、時間外労働というのはそういうものはほとんどないというのが当たり前の姿じゃないですか。しかし実際はそうではない。 AI 化についても今始まったばかりだった。そんなに長崎が彫金が多くなくてメンタル疾患の職員が多くなかったら、そんなよその状況を見てからうちも入れようかなっていいでしょう。しかしそうじゃない、もうどうしようもない職場の実態にあるわけだから、なんで進まんのかと。もう市長にどれだけ時間やっとっちゃ前に進みそうないので、次に行きます。12月議会にね、私は
グラバーさんの問題を取り上げました。長崎県の植物園、亜熱帯植物園が閉鎖になるということで、どうするんだと質問をしましたね。その時に、長崎には温室もありません、それを管理する専門家もおりません、どうしようもありません、そういう答弁でしたね。だいたい私が質問すると言った時にも、亜熱帯植物園の現状について担当する部局はどこもなかったんだから、誰が答弁すべきなのか分かっとらんのだったんだから、みんな。その日になってちょっと変わって、市長がちょっと待てと、やっぱりそれはまずかばいと、管理する者がいないとか温室がないとか当たり前だけど、このグラバーさんはそいではすまんじゃろうって、ね、これだけはなんとかせろということになって、実際の答弁は変わった。大変貴重な観光資源、これがグラバーさんの何なんですよ、要欄なんですよ。観光資源なので長崎で受けますと言った。希少植物というのはね、29種類あるんですよ。29種類、温室が必要なんです。専門的管理者が必要なんです。それをどうするかと言わんかった。グラバーさんだけは観光資源だからやりますと言ったけども、これやれますか、施設もなくてこれを管理する人もいなくて、グラバーさんだけは観光資源だから長崎で持ってできますか。できなかったら市長がグラバーさんを殺したということになるんですよ。どうするんですか、やるんですか、やらんのですか、教えてください。文化観光部長。再質問にお答えいたします。グラバーさんゆかりの、その欄につきましては、県の文化観光国際部文化振興課と話をしております。うちの担当の方と。でそういった中で、そこのグラバーさんゆかりの分、それについては管理をすると。で管理の方法については専門家の方が欄についてはおりますので、そちらの方に、委託というかお願いする形で管理をするというふうに考えております。残りの部分についてはですね、対応は今のところ考えておりません。以上でございます。32番、中村哲郎議員。それがおかしいじゃないですか。残りは一つ二つじゃないんですよ。希少価値と言われているのは29種類あったんです。この亜熱帯植物園は長崎市にあったんです。それを長崎、今もうこの3月でこの移管業務は終わろうとしている。その時にグラバーさんだけを受けましょうと、あと29種類は知りませんよって、 もしかしたら分からんけど、その他の28種類の中にはグラバーという名じゃなくても、もしかしたらシーボルトというのがついているかもしれない。そしたらどうなりますか。あいた、知らんやった場合と、それで終わるわけでしょう。施設を揃えて管理をする専門家を入れて、ちゃんと観光資源として出せるんだったら、この希少植物と言われる29種類もやるべきじゃないですか。どうしてやらないんですか。これはグラバーさんだけしか育てきらんのですか。答弁になってないと思いますけど、どうですか。文化観光部長。再質問にお答えいたします。そこに今言われた、欄の各種につきましては確かに貴重なものだというふうに思っておりますけれども、
私たちとしましては、まあ、グラバーさんゆかり、まあ、直接ゆかりあるですね、その希少なランについてというふうなところで、今後ですね、それをしっかり観光資源として、まあ、保管しながら、特に展示しながらというふうなところで考えているというふうな状況でございます。以上でございます。32番中村哲郎議員、はい、ないものはいくら言っても無理でしょうね。しかし本当に残念な限りであります。もう少し、そちらに座っている皆さん、もっと少なくとも今度から県がどういうことを言ってるかぐらいのやつは、県の施政方針ぐらいは見てくださいよ。それとの長崎市の施策とのマッチングなくして、何も自分たちだけ勝手にやれるわけないじゃないですか。そういうことをお願いをして終わります。ありがとうございました。本日の質疑一般質問はこのとおりにとどめ、3月4日午前10時から本会議を開き、質疑一般質問を続行いたします。本日はこれをもって散会いたします。